こんにちは、ペルソナ5ザロイヤルのキャラクターデザインを担当している副島です。今日は、新しいキャラクターかすみのどういうふうに生み出されたかというのを、少し話してみたいと思います。はじめはゲームのキャラクターだいたいそうですけれども、大まかなシナリオがある中でこういう存在がいるっていうのが最初に伝えられて、で、まあ、年齢であったりとか、主人公に対してどういう位置づけの人間なんだっていう情報が入ってきたところから、だいたいスタートします。確かに、ちょっとうろ覚えなんですけれども、年齢は決まっていたと思います。で、後輩だっていうところと、あと、まあ、これは、秘密ですけれども、これからプレイしていただくと分かるところだと思うんですけれども、どういうストーリーなのかっていうところと、一番重要だったのは、部活でやってアスリートだっていう設定はあったんですね。はい。そこぐらいまでの情報をもとに書いてます。霞をデザインするときに、一番最初に、まあ、紆余曲折あって、新体操のキャラクターで、新しく登場するヒロインでってなった時に、僕は大体デザインをする時に何か取っかかりになるものが必ずあるんですね。で、それは何でもよくって、過去の自分の記憶でもいいですし、ちょっとしたウェブサイトとかで見かけたようなインターネットで見かけるような画像とかでも何でもいいんですけれども、霞をデザインする時に、じゃあこれで行こうって思ったのは、ヘアスタイルの、何か解説をしていて、ポニーテールの結び方の写真だったんですね。それが、これを見た時にですね、すごく可愛いなと思って、で、顔は見えない写真だったんですけれども、なんかこう、霞の顔がついている感じの想像力が膨らんだんですね。なんで、大体霞に限らず何かありますね。漫画のキャラクターというよりは実際の人の写真だったりとか、それは有名な人じゃなくても全然よくって、その人のプロフィールを、霞は今でもなんかこの写真だけはなんか やけによく覚えている感じですね。すごくなんていうんですかね、少女漫画っぽい感じの雰囲気があって、ガーリーな感じがして、あ、こういうキャラクターは P5 のその P5R の真ん中に据えたくて、今までの無印の方にはいないキャラクターなんじゃないかっていうので、そこからなんていうんですかね、プロフィールとは別にデザイン的な意味でデザインがトントントンっていうふうに進んでいった記憶があります。最初にその一枚見たポニーテールの先ほども書きましたけれども、こう、ポニーテールの写真があって、で、まあ、この前髪の感じとポニーテールの感じがいいなっていうところからデザインを始めるんですけれども、今度は顔を描かなければいけないので、で、顔で一番重要なのはこの前髪と目のところなんですね。で、ガーリーな若い子なんで、前髪はあった方がいいだろうなっていう感じで、こういうふうに前髪を描くんですけれども、ただ、霞は明るい子なので、眉毛が少しこう、快活な感じに、目に対して眉毛がこう高い位置に来るんですね。で、高い位置に来た時にその眉毛が見えないと、ちょっと無表情な子に見えてしまうので、じゃあ、髪の、前髪の散り具合はこのぐらいなのかなとか、あとはその、快活なキャラクターで、主人公に対して先輩っていうようなキャラクターなので、なるべく目をオープンにしているような雰囲気が欲しいので、そういう時は、そういう時はっていうわけではないんですけど、まつげの角度ですよね。オープンな時はカット開くので、なるべくまつげを立てるように描くんですね。なんで、あんまりこう、なんでしょう、こう、前にこういうふうに倒すと、まあ、なんでしょう、色っぽくなるっていうんですかね。こう伏し目がちな雰囲気になるので、霞みたいにパッと、こう、目を見開いた元気な感じにするには、
上も下もこうなるべく中心から外に向かって出るような感じに描きます。最初の印象で描くのが 目の部分で、特に僕はその前髪と目の雰囲気っていうのを一番重要視して描くんですけれども、例えばペルソナ5じゃないんですけど、ペルソナ4の主人公とかだと 前髪からこう鋭い眼光がこう覗いているみたいな感じのキャラクターになっていたりとか、その一番の決め顔の時にプレイヤー、まあその最初にキャラクターを見てくれた方にどういう印象を与えるのかっていうのが一番この前髪と目の関係で決まってくるので、このあたりを重点的に眉毛が見えるのかとか、どのぐらい見えるのかとか、風で流れやすい前髪なのかとか、この辺の印象のその動いた時の感じとかを一番重要視してキャラクターは描き始めるかもしれないですね。一番違ったのは、髪の毛ですね。髪が一番違ったですね。霞のデザインで先ほど部活をするっていうのが決まっているっていうふうになったんですけれども、何の部活かっていうのは最初決まってなかったんですよ。で、確か、シナリオライターから最初に提案されたのは、水泳選手だったんですね。で、水泳選手だったんで、最初は髪の毛がベリーショートだったと思うんですね。かなり、ちょっと、かけるのかな。よいしょ。なんか、ものすごい短い髪の毛のキャラクターいないから、すごい短くしてくれって言われたんですよね。で、なんかこんな、すごい短く、これ大丈夫かな。こんな感じのキャラでどうでしょうみたいな感じ言われたんだけど、これはちょっと受けなさそうだなみたいな話をしてやめたっていう感じですかね。マントというかコートですね。コートを主人公と同じにしています。今回はまあ、霞のその物語上でのお話というのはまだ、絵を見た時にはわからないんですけれども、P5R っていうのが、新しくその、もう一人、主人公と同格のその、人間が出てきた時に、なんて言うんでしょう。どういうふうに、主人公たちがアプローチをするキャラクターなんだろうっていうのを、こう興味を持ってもらうために、あえて主人公と同じような服装に、なんでしょうか、設定っていうよりはどちらかというと P5R っていうものに興味を持ってもらうために、つけている感じですね。なんで、仮面も白い仮面に対して、黒い仮面にしていたりとか、そういうところでしょうかね。女性版主人公を描くつもりはなかったんですね。P3P で女性主人公っていうのが、出てきましたけれども、それとは違って、主人公ではなくて、あくまでも、もう一人のキャラクターなんですけれども、でも、そういった感じも若干ありつつ、もう一人主人公格の、回答が出てきたら、どういうふうなアプローチになるのかなというのを自分なりに込めたつもりで言いますけど。サンドリオン、一番誰もが思い浮かぶアイテムは、ガラスの靴なので、まあ、靴だけだと、画面上でなかなか映えないので、下からこういうふうに魔法の力でこう全部ドレスのこのラインまで、包み込んでいるっていうものにしようっていうのが一番最初の、書き始めのきっかけですね。はい、そうですね。いろんな書きたい要素ってとても有名なお話で、いろんなビジュアルがありますけれども、そういったものをいろいろ込めたいなっていう感じですね。だからこの辺のマントのこの上についているこういう装飾だったりとかは、かぼちゃの馬車がこう、ベーってなるときに、こう、ツタとかがつくようなイメージで入れたいで、こういう要素も入れたいっていうところですね。一番大きなところはここじゃないですかね。ここをよく見るとですね、数字が書いてあるんですけれども、これ時計になってまして、で、そう、これ、ひっくり返しに見てですね、これ9じゃなくて、ここ6なんですけどね、ここ。で、時計になっていて、で、まあ、これはそのまま童話のままなんですけれども、このお姫様になっている状態っていうのは、いつか、
溶けてしまう力なんですよって、今仮の姿なんですよっていう、本当の自分っていうのはこの後現れるんですよっていうのを、直接的ではないですけれどもお話に絡めて表現しているので、まあポイントとしたらここの時計の部分かもしれないですね。自分は直接絵を描いたりもしますけれども、基本的には デザインをするのが仕事 で、自分がデザインして自分で描いているっていうのは、まあその時はそうなんですけれども、そのキャラクターが独り立ちしてですね、そのキャラクターがまたいろんな人から求められるようになって、自分が描かなくてもそのキャラクターっていうのが存在し続けるっていうのがわからないですけれども、10年後20年後も自分が描かなくても他のいろんな人が描いて、そのキャラクターが生き続けるっていうのが夢ですね。で、やっぱり長く愛されるっていうのはデザインとして普遍的とまでは言わないですけれども、基本的なところはちゃんと成し得ているっていうことの証のような気がするので、まあ、今自分が仕事してそんなに時間が経っているわけではないですけれども、これから将来ですね、自分たちが作ってきたキャラクターがまた長くこういろんな人の手で作り続けられるのが夢かなというふうに